名古屋市東区の金城学院高校一年生のういせいかさん今時の女子高生に見えますが実は16歳にしてすごい経歴の持ち主なんです今何の勉強してるんですかは卓球師を取るための勉強をしています 他にも資格持ってるんですか？はい。例えば危険物取り扱い者という資格を持ってまして、こちらですね。うん、危険物を取り扱うための資格です。実はウイさん資格マニアの高校生なんです。お家にお邪魔してみると、パンシェルジュ検定、中国語検定。 見物取扱者で合計28個になります名古屋観光検定やパソコン検定そして料理検定などその数なんと28個この夏取ったのは秘書検定1級合格率が30%ほどと言われる難しい資格です どれが一番役に立ちますかね役に立ったのはやっぱりファイナンシャルプランナーですね年金をこれから納めていく年齢になるのでそういう知識を年金を納める前の時に身につけておけばきっと役に立つかなと思いますリビングの一角には勉強スペースが棚には資格の本がずらりいずれ 取りたいと思っている応用情報技術者と、あと薬を扱う登録販売者っていう資格もあります。いずれ取ろうと思ってるのでテキストだけ買いました。ウいさんが資格を取り始めたのは小学校四年生の時。漢字検定から始まりました。中学一年の時には新型コロナの流行で学校の授業がすべてオンラインに。 おうち時間が増え資格の勉強に拍車がかかりました英検を一つ飛ばしで受けたんですよね級を。そうしたら思いのほか達成感があって他の資格も取って達成感を味わいたいなと思ったことがきっかけです本屋さんとかで手に取ってみて興味のあるものは受けるようにしています資格の勉強は一日に四時間から五時間 それを見たお母さんもリビングで勉強してるので、隣でなんかドラマ見るのも、なんか申し訳ないというか、お互い、なんだろう、ライバル、仲間みたいな感じで、勉強してて、私もすっかり資格にはまってしまって、<laughs> 中国語は HSK というテストの一番目まで行きました。娘ののおかげで私は資格 <laughs> <マ> <laughs> さんのカレンダーには 次の資格試験の予定が埋まっています次受けるのが卓研です <laughs> 難しいんですけどまあ申し込みしてしまったのであとは合格に向けて勉強するのみです将来どういう職業に就きたいみたいなうん、いろんなことをしたいです資格を持ってるのでいろんな知識を生かしていろんな職場とかいろんな経験ができればと思ってます